台に、はい、仙台にやってきました、ちひろです。カブー揺れるチミボーツ、あの波の向こうを、はい、低めの声でお願いします。はい、どうぞ。本当に低いわ。サイデイトゥレイレディス、あんと、そうで、私震災後の、そうそうそう、に、あの渡里町、三重県の渡里町にですね、あの災害ボランティアで全然音楽関係なくて、あの津波の後のこう泥かきのお手伝いが結構たくさんあったじゃないですか。あの手伝いで、渡里町に行ってたんですけど、あのそれ以来、あの石巻とかね、そういうところはあのライブとかで行ってるんですけど、渡里は全然そのボランティア以来行ってなくて、で明日はあの産声プロジェクトの協力のもと、あの久しぶりにその渡里の町に連れてってもらうことになってます。で、あの完全にそのボランティア、災害ボランティアだったんで、あのボランティアセンターに朝行ってあのたりとかしたんで、自分が行ってたそのボランティアセンターだった場所とか、手伝いに行った避難所の場所とか、そういうところに本当3年経って、どんな風に自分が足を運んで感じるかとか、どんな景色がそこにあるのかっていうのを見ていきたいなと思ってます。皆さんの探している何かがこのお店には眠っているかもしれませんよ。さあ、クレッシェンドもそろそろ開店のお時間です。あ、昼夜こっちの方がいいか。はい、毎週月曜日は結構でもいろんな意見とかもやっぱ聞いてて、私渡りじゃないですか、行ったの、はいはい、結構渡りってあんまりメジャーじゃなかったっていうか、石巻にやっぱり結構すぐにボランティアの受け入れ体制が整ったじゃないですか、うんうん、であの大学とかね、あのボランティアがテント張って拠点にできるみたいな、結構大きく窓口持ってたから、割とみんな石巻に行きやすかったなと思うんですよね、多分、うん、それがあって、だから地渡り行った時に、なんかそのこっちの方にはあんまり来てくれないとか、うん、っていう声もやっぱ聞きましたね、そういうすごいいろんな複雑な被害がすごい、石巻やっぱり地図の観光の方とかかなり、石巻とか気仙沼とかは有名でしたけど、渡りの被害状況とかそんな入ってこなかったんですよ。そうですよね。そうそうそう、なんかそんな声を聞いたのは、だからまあ来てくれて嬉しいって、うん、受けてもらいましたね。4月の時ってどんぐらいボラ船とか行った時っていたんですか、うん、結構いましたよ、ね、あ、他、まあ、そのボラ船のそばにやっぱテント張れる場所があって、そこでもう本当に全国からボランティアの人たちも来てたし、あとは、まあ、ちょっと内陸で宮城の人とかでも、内陸で自分は全然動けるんでみたいな方とかもあのボランティア来てたし、
結構ニーズもやっぱたくさんあった頃だったから、結構人はいっぱい出入りしてましたね。ただなんかあの地元の人とか車で来てる人は結構その海沿いの方まで行く仕事を任されてたけど、車がないといざという時に逃げれないから、もし何かまたあった時にすぐに移動ができないから、車がない人とある人だとちょっと活動できるエリアが違かったですね。東北道がボコボコだったのは覚えてるんですけど。よかったね、あれ。それでなんか行くときに結構なんかちょっと緊張し始めた感じがありました。でもボラ船もその私たちが滞在してたような場所とかもやっぱあの本当まだ何があるか分かんないから安全圏にあったので、本当その活動を終えて戻ってきくるとなんかやっぱ不思議な感覚がありました。なんかその道路挟んでこっち側内陸側だったから全然普通にスーパーには全然普通に物はあるし、なんか回ってるっていうか普通の生活が回ってる感じがあって、それが一個隔てて向こうに行くと全然別物だったからすごい不思議な感じがした。そうです、ここだな。ほら本当だあれあれおー来た。じゃあ本当だ、わー、ここですね。中が体育館みたいになってて、ここがあのボランティアセンターで、あのマッチングとかやってて、ここにみんな集まってた。そうで入り口に避難所ではなかった。ここ避難所じゃなくてボランティアセンターで、あの入り口にスコップバーっていっぱい置いてあったりとか、あの泥かきの、あと何あの鉄板が入った長靴とか置いてあって、で奥に行ってみんなマッチングして今日どこどこ行くとかやってて、で帰ってきてからも報告しなきゃいけないんで報告とかしに行って、でたまになんかあのおにぎりとかお菓子とか夕方戻ってくると配られたりしてて、で戻ってきたらそこで。あの靴の泥とか、まさに、みんなで洗って落として、なんかあの手洗いとかやったりしてました。今のカカカンカカカンみたいなあれだ。浜からボランティアしてきた人が今ちょっと一緒に来てあの見させてもらってたんですけど、社協柄のあれですかね。じゃあ社協、中野区、東京の中野区の、はい、あの福祉協議会のチームっていうかツアーでボランティアに来てたので、ちょっと中見せてもらって中ですか？あ、いいですよ。あ、いいですか？あのこちらからですか？スジッパで入って、そうだ、ブラマキやってますよ。いいですよ、あの静かに邪魔にならないように。
時間縛るかんですか？あ、全然そんな。そうですね。はい。いつも空いてて、ここに来てくれてありがとうみたいな、私たちは頑張りますみたいなのがメッセージが書いてあったスイッチに。これここですよ。これ両方。これもここなんですよ。ほら、これがここに貼ってあったんです。なんかこちら、こっち行こうかな、なんかひたすら物資の倉庫にしてたの、こちらかな。 ありがとうございました。久しぶりにでも来れてなんか嬉しかったです。ちょうどいいね。だけど今桜ちょうど、そうですね、桜満開だからね、うん、ちょうど今の時期だから。そうそう、あそこに避難所あったじゃないですか、学校のとこに。そうですね、高校のね。そうそうそう、ね、体育館、あと武道館と、あそこに、あと渡り小学校のね、この体育館はたまに手伝いに行ったりとかしてました、その時。あ、そうですか。私らはね、その時ね、運動支援地域サポーターでね、ほら年いってる人たちとかね、うん、体が動かない、動かすっていうかね、そういうのでね、体操やってました。あ、そうなんだ。今でもやってる人いるんじゃないかな。へえ。ボランティアとか、私らもボランティアとか。うん、ありがとうございました。ちょっとまあ懐かしいなっていう気持ちの方がいいかも、うんうん、入れてよかったですね。ね、本当ですね。これはまだ飛ばしてるのかな。飛ばしてると思います。ここはなんかいっぱいそのボランティアさんとかの車がぐわって止めてあって、本当にそれこそもうナンバーもいろんなとこからナンバーが、そうそう、日本中の県のナンバーでぐわって、一個航空のナンバーもあったけどね。カップラーメンを配った日は、はい、ポットがすごいこう水を足して水を足してみたいなさ、すごいみんなで使うから、うんうんうん、そのお手伝いとかはやっぱ本部の人が基本的にはやってたから、それを手伝う感じでやったりしてました。ここかここかみたいな感じですよね多分、うん、そうですね。なんかでもそう、その時のブログにも書いてたけど、なんかまだ避難所はすごいこう、私が行った頃は
パーテーションが人数分足りなくて倉庫にいっぱいあるけど配れない状況。パーテーションって仕切りですか？そう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 、が人数が足りなくて配れなくて、だからみんなそれぞれの段ボールでをちょっとこう高くしてみたいな感じでやってたけど、だから結構もう奥まで見渡しするぐらいまだあんまりプライバシーとかないくらいの頃だったんです。ちなみにそのブログの写真がこれなんですけど、上だね。ちょっと下から撮ってんのかな、道路の入り具合がこうやってんのか。ちょっと待って、もう一回撮ってみよう、はい、当時の写真見ると仮設がまだこっちはできてないですよね、確か。しかもまだそれも作り始めてて誰も入ってない時でしたね。あで、そこからで入居してない出来上がってって、なんかそのこのね、体育館から割と見下ろせるぐらいの距離にできてて、きっと、はい、すぐに入れる方とそうじゃない方とがいるだろうから、またいろんな葛藤とかそういうものが生まれたりするのかなって思ったのを覚えてます。なんかあの時ってこうね、すごいその同じ場所に住んでいながらいろんな差っていうのが結構たじゃないですか、うんうん、家族なくしてるなくしてない、うんうん、家流されてる流されてないとか、ね、避難所とか、その後も結局自分は避難所のままだけど誰々さん家は例えば仮設に入るとか、うんうんうん、そういうなんかあるないみたいなのが結構同じ場所に住んでいながら辛い状況みんななんだけど結構厳しい現実としてあってあったんだろうなっていうのはすごい、ね、なんかあと地域にもよるのかもしれないけど、あの普通のっていうか、これ仮設っていう形じゃなくて、なんか住宅が ね、進み始めてるとは耳にしたことがありますけど、でもやっとまだなんか入居始まって、ほんと一部始まったぐらいで、ほとんどね、宮城県で確かね 5% とか、そんな少ないんだ。で去年末がそうで、年度初めに入居があってちょっと増えたんですよね。逆に言うと多分今の状況のなんか情報とかがもうちょっと具体的なのが多分あったりすると思うんです。そうですね。で、役所がまだプレハブっていうのはちょっとびっくりしました。ここにこれ左ですよね。そうです、ね、言ってた。この洋服ベニマルに買いに来てました。あ、マジですか。でも洋服にはもう物があったみたいな感じで普通でしたよ。全然普通でした。確かこの一時停止ですか。一時停止がないよね、まだ。一時停止は意識しすぎて運転に支障が。あった。これ？多分そうだ。
通し悪いからな。あー、この学校にお風呂があったかも。え、マジっすか。自衛隊のもしかしたらこ、なんかあっちかこっちかぐらいに。こっちは何なんですか。お風呂に入りに来たかも。お風呂だけあったんです。あれどれかな。あれ自動センター。こっち、この中じゃない。こっち、ここじゃないんですか。この中にここっぽいっすよね。いっぱいあるのかな。あ、私お風呂入りきたのこの辺だと思います。あれないっすね。運動場と自動館なのかな。これは違うだろうね。違いますね。え、一時停止後なんて言ってたんですか。そっち、あ、もうちょっと行くって。もうちょっと進むと左にプレハブがたくさん立ってる。もう一時停止に全てなんか気を取られちゃって。当たり小学校。あ、これだ。これだ。え、プレハブってどれ。あ、この全部だと思います。すごい細かい。復興の地図プリか。被災者。なんかそのあれじゃない、仮設の入居とか、その援助金とかはあっちなんじゃない？なるほど。でハード面はこっちなんじゃない。ハード、あのボランティア。いやいやいや、そう、建物がどうこうとかさ、何の移転がどうこうとか、そういうのはこっちとかなんじゃない。他の仮設も、あ、渡利町って仮設があの5団地あるんですね。あのご承知の通り5団地あって、で各あの団地ごとに集会所1つずつ貼り付けてるんですが、一番多いとこが公共ゾーンっていうところで、あの駅の、東側になるんですが、そこだけ集会所3つ余りに人数が多いので、そこの公共ゾーンは全体の半分がもう全部公共ゾーンで占めてる数になってるんですが、じゃあそこが一番多い。そちらが一番大きいんです。で、残りの半分をあとあの4つの団地でこう分かれたっていうような形になってますね。で、休館もあの小規模な団地ではあるんですけれども、あの入居が体育館で避難してた時に、その後すぐ仮設ができたっていうのが早い段階でできた団地だったので、あの集会所、あ、避難してた方が一番最初に住み着いたところではあるんですけども、なので老朽化も最近は目立ってまして、あの建物自体がやっぱりもう3年だと、仮設自体はもう限度が来てるのかなということで、担当者として見てもこうスロープとかが建物にこう入り口のところに木で作られたスロープ等とかがあったりするんですけど、そこは結構こう足をグッと組み込むとグッとこうボンって、あとタワー見てあったりとか、そういうところで年配の方もね多いでしょうね。そうですね。ただ休館はスロープ等がなんだっけ、1棟か2棟しかないので、比較的あの皆さんあのそんなにご不便はかけてないと思いますし、あのそういうところはすぐ町でも補修に当たっているので、あのその辺は大丈夫ですね。あとはあの辺は、ね、土地柄、あのアリとか今からの季節湿った時期になるとアリの行列が出るんです。ア
とかね、ムカデとかヤツデとかね、もうね、仮設ならではの虫が出ますしね。そんな感じで休館はやっていただいてますが、ただあの住人の方で特にこうトラブルあるっていうこともなく、団地が小規模だっていうせいか、あとは利便性もいいので病院 と、あのスーパーが一番近い地区ではあるので、あの利便性もいいしね、あの虫出るくらいで他の仮設に比べてあのすごい苦情があるというところでもないんですね。すごいコミュニティが取れてるいい団地だと思います。ただあの、今町としてはあの災害公営住宅が渡里町も、今年 の、 あの秋口から新しい一番早いところができるんですね。荒浜の方の地区にできるんですけど、そこがなるともうどん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 、あと災害公営住宅の方に皆さんに移行していただく、あとは、まあ、災害公営住宅とも合わせてあの自立再建ということでお家を自分で建てたりとかして、あの再建をに移行していただくっていう、ちょうどもう今年あたりからどんどんそういうのが進むのかなって、一番最初に災害公営住宅の秋口なので、あと来年年明けて来春残りの団地が全部一応建設予定にはなってるんですね。一部ちょっと団地遅れてるのが来年の秋口まで伸びる団地が出てきてるんですけども、っていう状況です。荒浜方なんですね、でも公営住宅荒浜の、荒浜に、集合とあと戸建ての災害公営住宅ができます。で荒浜もっとなんか、イメージとしてもっと内陸寄りなのかなって勝手にイメージして、内陸にもできるんですけども、やはりあの地元にこう帰りたいという方もいらっしゃるので、ちょっとあのこう火災目とかしてこう土地は高くしてですね、安全性を保てるような形で、土地を造成してという形になってます。あの地区うちだったりだとやっぱ地区根性があるから、あの荒浜地区の人たちは特にね、歌ったとかあったり、そう縁転ぶしもあるしね、なんか自分の地域に対する思いっていうのが一方ならぬものがあって、やっぱりご年配になればなるほどこの地を離れたくないという方々がいるので、まあ、そういったところも町役にとってそう学校も戻したし、今年ですよね、今年の春あのこう中学校は今年の春じゃない、2学期からですね、途中から小学校はもう再開してて、中学校は今建設中で、2学期から再開できるっていう中学校も戻しましたし、あと児童館と保育所もですね、荒浜地区にこう建設をしてという形で、元の活気がこう戻るようにということで、いろいろこう、ね、町の方でも、ね、水産センターも秋口にできますしね、本当ですね、でも4年、ね、温泉業務の、あの日帰り温泉業務も、こちらも秋に始まりますし、合わせて全部ちょっと荒浜また元に戻るべく今動いてるところなので、でそれでちょっと話する感じですけど、そういったことで仮設の方からもこう出てく方が見込まれるってことで、まあ、うちの方も、近い将来はもう仮設5団地を全部5団地そのままじゃなくて集約とかそういったところで動いていかなきゃいけない時期がもう来るのかなっていうところで、その辺を調整を図って、まだどこっていうのも方向性何も出してないんですけども、各町村今そういう悩みで、県からもお示しいただいて動いてるっていうところあるんです。仮設もあの建南もね、だいぶ人口さんもこう減ってきてるので、どうしてもね、あの建物がたくさんですから、ポツポツと人が住むような形になると寂しくなりますね。あの防犯上もね、よろしくないと思うんですね。隣の空き家に人の物音がしたわとか、あと風除室に、今まで風除室ってちょっと施錠まで考えてなかったんですけども、やっぱ年末年越した時あたりの風除室勝手にこう物置とかに使われてたりすると、あの、まあ、火災も心配ですし、誰のものかわからないのも、もう物に名前つけれるわけじゃないので、その辺が煩雑になってくるとちょっと防犯上もよろしくないってことで、今風除室は退去した方の部屋は全部清浄してます。なので
お部屋の中はもちろん施錠しますけども、あの空調室のところまで鍵管理してなかったんですけど、そこもがっちり閉めて、あの退去した方のお部屋はもう入れないように、ただ入れないままにしてると今からのシーズンカビがすごいので、畳がカビちゃうんですね。ほっといても畳はカビますからも、でそこの空気入れたりなんだりっていうのは、あの集会所の職員にはあのしてもらって、そういうケアは職員の方にさせてます。建設工事って言ったら人数の方を報告するんですか？人数がですね、9番9番75で、201人です。最新が201です。一番新しいところですね、ここですね、201人、はい、町全体としては1956人です。町全体1956人です。96人が町全体、95件418人です。95件で418が最大ですか、はい、ありがとうございます、はい、半分くらいに立てるという感じですかね。そうですね、世帯のちょっと、まあ、入居個数は本当にマックスで入居してもらってて、その人数でしたね、仮設住宅と話変わると思うんですけど、この役場自体は、はい、あの今まだそのプレハブの状態じゃないですか、で今後のこれがどうなっていくとかっていうのは、出てることなんですね。あの震災前からあの役場の方はもうここ昭和39年に建設した建物だったので、すごいここ津波来ないのになんで仮設だのって皆さん聞かれるんですね。そういう築年数がすごい経ってた建物だったので、揺れた時にですね、あの壁がね、屋上の壁がこう起こったりですね、あとひびが入ってちょっと危険なということで、中での作業がちょっとできないということで、当初はみんなこう南側にいたんですけども、取り組ましをして今ここに、仮設で、当初があの公共ゾーンの方の今仮設があるところがですね、役場の建設予定地ということで用意をして、そちらにこう、役場をこう移しましょうということで計画が進んでいたんですけども、震災前の計画、震災前ですね、ずっとそれで来て、はい、で土地がこうあったんですよ、役場の建設予定地と、でそこがちょうどね、タイミング的にはいいのか悪いのか分かんないですけども、ね、あの広くこう広く使っていただけたから、皆様のために、その辺はちょっともうまだ見送って、今はそうですね、あの皆さんこうね、そちらの地区からこう再建した段階で役場の方は建てましょうというふうな形で、こんな感じですが、はい、質問何かございましたら、僕は大丈夫。じゃあ休館ちょっと聞いてみ、あ、じゃあ、ね、休館聞いてみますからね。はい。わかりました。すいません、よろしくお願いします。はい、失礼します。今日住民の方健康教室で、1時から障害学習課の、はい、あの主幹の授業なんですけど、人の集まりはあるようです。ああ、そうです。であと集会所の職員は今日あの2名配置してて、あの日によっては1名になったりするんですけど、今日は2名おりましたので、1名はあの仮設当初からの職員いますので、はい、お話どうぞ聞いてください。中野区の、東京の中野区の福祉協議会の
作る、あの何回か多分来てたと思うんですけど、うん、そのうちの一つで来てて2011年4月だったので、うん、あ、じゃあ全然まだ、うん、建築中で、うん、で多くの方がの学校の体育館とかに行って、私もボラ線でマッチングとかで、たまにその、あの避難所の、うん、こうお昼とか配るときにお手伝いとかはしてたんですか。あの渡り高校っていうのが、はい、あ、私渡り高校に避難してたんです。あ、そうなんですか。はい、最初から普段はじゃあ年寄りの方が割と今も残ってて、うん、で、まあ、たまに日中活動集まって活動したりとか、活動っていうかお茶飲みはだいたい午前と午後で、あとものづくりみんな結構やるんで、縫い物したりミシン置いてあるんで、だから縫い物したり、あと小物なんか作ったりとかで集まってくる。こっちは結構来てますね、ここに集会所に。あ、そう、うん、そうじゃないところもやっぱあるんですか。うん、私前にいたところはあんまり固定した人は来てるけど、ここは平気にみんな来て。はい、ここに住んでる子たち。うん。幼稚園は小学校。小学校。1年生なのね。1年生なの？もう終わったのね。学校入ったばっかりだ。そう。あ、おお。今からご飯なの？お昼。食べないの？食べてきたの学校で。今青田さんお昼休みご飯食べに行ったわ。姉と食べるの。はい。そういうこと。はい。姉たくんの。姉たくんの。はい。ね。そういうことだったんですね。なるほど、楽しみなのね。あれやっぱ年配の人だね。だいぶここは出てくるから、亡くなったらとか引っ越したら不安だとか。やっぱ引っ越しても顔出す人います。ああ、そうなんですか、うん、もうあっちに行ってね、せっかく荒浜に戻った人たちもいるけど、ポツンと周りがまだ立ってないとか。ああ、そっかそっかそっか、うん、その辺でだから来るってことは、やっぱりね、頼ってんだべねと思って、みんながこう集まるから。でも多分私も含めてだけど、関東にいるといまだに要は仮設で生活してる人がいるっていうのは、うん、意外とそんなにこう知られていないんじゃないかと思うかな。確かに、うん、記憶ではそのね、避難所から避難所が第一段階にあって、その後仮設にいた人がいるっていうのはきっとみんな知ってるけど、その人たちが今どうしてるかっていうところまではやっぱ探さないと結びつかないというか、そんな気はするかな。Thank you.
そうですよね。いいとか悪いとかじゃなくて、結構も時間が経ってるから、3年もね超えたから、うん、それでまだその公営住宅とかこれからが本格的っていうのは、うん、意外っていうか、うんうん、言ってましたもんね、うん。今日実際に3年ぶりにまた渡りに行ってみて、率直な感想、うん、なんかまずその懐かしいなっていうのがやっぱ一番強かったけど、本当当時の記憶がどんどん、なんかあんなこともあったなとか、こんなこともあったなとか、あここ覚えてるとかっていうのもどんどんこう いるにつれて増えてたりはしたし、まさかその自分がちょっとお手伝いさせてもらってた避難所に避難してた方に、うん、と話す機会を持てるとは思ってなかったから。っていうそういうなんか感慨深いものあるけど、それと同時にやっぱり3年経っても仮設で暮らす人がいるっていうこととか、その3年経ったなりの当時直後にはなかったその時間とともにその変化していってる課題とかっていうのはきっと今は3年ですけど、5年とか10年とかその都度その都度違う形で多分あり続けるんだろうとは思うので、それに対して自分は何かできるのかなっていうのはやっぱ今日仮設住宅を見て思ったのが素直な感想ですかね。なんか別に何ができるってそんなね別に大きい存在でもないので自分はあれだけど、でも3年経ってあの仮設に暮らしている人たちがまだたくさんいるし、その公共住宅もこれから始まるっていうこととかを考えると、じゃあこれから自分がしていけることっていうのは何なのかなっていうのをやっぱちょっと考えました。まあ、本当これからどう手を貸してやれるかみたいな、どう思いますかって聞こうと思ったんですけど、うん、でもなんか別に手を貸すってほどあれじゃないんですけど、私はあのライブをしたりしてるので、そこで例えばライブの中で話をするとか少しねっていうことも一つの手段だとは思うし、実際の私が震災直後にその辺りに行った時のことをブログに書いてあるんですけど、全部そのどんな風にこうボランティアの仕事とやりたいっていう人がマッチングしてどういう流れでやるんですよみたいなのも全部書いて記事があるんですけど、それを見て行ったっていう人が結構あのあと 何人もに私言ってもらったことがあって、あのブログを読んで行こうと思って行ってきたとかっていう人が一人とかじゃなくて何人か私言ってもらったので、なんかそのやっぱり自分が見聞きしてきたこととかを発信するっていうのも一つの形なのかなと思うので、そういうのも含めてできることをちょっと考えていきたいなと思ってます。うん、
震災当時はあの、まあ、音楽というものについていろんなことを思ったと思うんですけども、それも含めて今はどう思いますか？なんかの直後は、そう、私も直後はだから私はまだ音楽とかよりも先に優先されるべきことがある時期だなってすごい感じて、例えば、まあ、食料のこととか、そういう生きるのに、ひとまず生きるのに必要なものっていうのがなかなか足りなかった時期っていうのがあったじゃないですか。で、まあ、自粛ムードとかそういうのもあってだと思うんですけど、まあ、音楽とかよりも優先させるべきことが、優先させるべきっていうか、うん、なんか必要なことがある気がして、だから私も多分一番初めに、その震災があってから一番初めに行ったのは、ああいう災害ボランティアっていう形だったんじゃないかなと思うんですけど、でもなんか、ね、ちょっと時間が経ってやっぱりあの本当にとてつもない 体験とか経験とかをしている人たちが たくさんいるとは思うので、そこに別に励まさなくても私はいいと思ってて、ただなんか寄り添ったりできるのも音楽の一つのなんか側面なのかなっていうのは感じるので、なんか私も震災を受けて2曲ぐらい自分でやっぱ書いてますけど、なんかそういう形で寄り添えるようなものとかとしてはやっぱ必要なんじゃないかなって思います。先ほどあの、うん、2曲ほど震災後に作られたという話だったんですけども、うん、はい、まずそれはどのぐらいの時期に、1曲目が、あのそうでも震災がっていうか、なかなか曲が作れなくって、やっぱり本当あまりにも大きなことだったから、なんかあの私の場合はやれ頑張れとかなんとかっていうところにはどうしても行けなくて、だけどそこを無視して全然違う曲も書けなくてっていうところで、あたりから帰ってきてちょっとしてだったと思うんですけど、春の空っていう曲を一曲書いて、それはどっちかっていうとなんか自分が関東に住んでたから書けた曲なのかなと思うんですけど、なんかあのすごい当時あのプレイフォージャパンとか、うん、プレイフォー東北っていう言葉がすごいたくさん溢れてて、私は別にね、言い悪いじゃないんですけど、あの祈ることも大切だけれども、もっともっとその自分の手とか足とかそういう自分を使って自分が主体となってできることがあるんじゃないかなと思って、ああいう歌詞に、うん、なったと思います。だからあの曲はその被災した人たちに向けた曲っていうわけではない気がする。なんかとてもなんか被災した人たちへの曲っていうのはとても私は作れなくて、なんかそこじゃなくてその
もっと自分たちにできることとかがあるんじゃないかなと思って作ったのが春の空でしたね。昨日印象的なのが、うん、昨日シロさんと長崎慎吾さんに仙台でライブをしていただいた時の、はい、まあ、アンコールで、はい、お客さんの方からそうですね春の空やってっていう声が上がってたのは、まあ、今の話を聞いて、まあ、被災地とも言える仙台の人たちにも、うん、まあ、届いてるのかなと思います。はい、ありがとう。でもちょっと嬉しかったですね。はい。